年にはは、台湾、台北市出身のプロ野球選手、宇藤左打、埼玉西部ライオンズ所属。台湾出身であるが、日本の高校、大学に在籍したため外国人枠から外れている。日北市立しおとめ国民中学校から、岡山県共生高等学校に留学した。両務ンは、高校の同級生。甲子園出場経験はない。 2011年12月12日に行われた四国アイランドリーグプラスのドラフト会議で愛媛マンダリンパイレーツに指名され入団交渉の結果入団合意に達したが2012年1月25日に自身の都合による対談が発表されたその後第一工業大学に進学1年生の時に1番遊撃手でレギュラーになり2年生からは3番二類手を務めた 4年生時、第94回九州地区、大学野球選手権大会の1回戦で2打席、連続本塁打を記録した。2015年10月12日に行われた、プロ野球ドラフト会議で埼玉西武ライオンズから7巡目で、指名を受け、契約金2000万円、年俸600万円で仮契約を結んだ。背番号は39に決まった。 2016年は6月度は2軍公式戦16試合に出場し、55打数22安打1本塁打9打点8盗塁打率400超打率527出塁率507の成績でイースタンリーグの6月度月間 MVP を受賞した7月10日の対オリックスバファローズ戦において7番遊撃手でプロ初出場し、初打席は 空振り三振だったが、6回裏の第3打席で初安打を打った。7月14日に行われたフレッシュオールスターゲームでは、イースタンリーグ選抜メンバーに選ばれ、2番、2塁手で先発出場し3打数に安打1打点の成績だった。8月12日の対オリックス戦では7番、3塁手で先発出場し、2回裏に初盗塁を記録した。 14日の対オリックス戦では8番、遊撃手で、先発出場し、日市2.3塁の場面だった4回裏の第に、打席で2点的自打を打ち、初打点を記録した。2017年オフの10月11日に、第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの、チャイニーズ台北代表に選出された。2019年は、初の一軍出場なしに終わった。 2軍では74試合に出場し打率、254、日本塁打を記録した。2020年は開幕を1軍で迎えたが、7月25日に登録を抹消される。8月に入る山川穂高が右足首を痛めると、8月11日に再び1、軍に昇格する。 その後は一類の守備固めでの出場が中心だったが、抹消中や親子試合での二軍戦では、出場試合こそ少ないものの打率、383、5本塁打と結果を残していた。山川が抹消され、エルネスト・メヒアも成績が下降していくと、クライマックスシリーズ争いがかかった、シーズン最終盤ではスタメンに抜擢された。一軍では、自己最多となる51試合に出場し、 打率227、出塁率、320、打点をという成績だった。2021年は、春季キャンプから2軍で過ごしていたが、実戦では、結果を残し続けていた。開幕して間もない3月30日に1軍で、山川穂高が総類時に肉離れを起こすと、翌日に山川と入れ替わる形で昇格を果たす。そして翌31日の、 北海道日本ハムファイターズ戦、8番1塁で、昇格速スタメン。第2打席でプロ初本塁打を放った。勝負強いバッティングで、スタメンに定着すると4月8日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、初の5番、山川の復帰後は主に2塁を守り、6月12日の中日ドラゴンズ戦では、初の4番を任された。骨折で離脱していた、昇時類衆。 殿崎治キ・オスグルが一軍復帰すると、辻初彦監督は年金がいるわけだから。一番いい夫人を組めるようにネット両者のユーティリティ性を活かした起用示さし、7月4日のオリックス戦では殿崎が二類でスタメン出場、クレは5月5日以来となる一類でのスタメン出場となった。翌5日には監督推薦でオールスターゲームへの初出場が決まった。 中村豪也が足を痛めた影響で守備につけず、コーリー・スパンジェンバーグは打撃が振るわず前半戦終盤は三塁での出場が多かったが、五輪による中断期間で中村の守備復帰に目処が立ったこともあり、クレは同期間で外野守備に取り組み8月14日の楽天戦、7番最翼で自身初の外野でのスタメン出場となった。 大学生時で遠投は110メートル、50メートル走のタイムは5秒8。選球眼がよく評価される。脱席に立つ際、西部ファンから、うという、ウーイングを浴びせる応援スタイルが定着している。父は、元プロ野球選手の福連で、渡辺久信とは、神奈雄志でチームメイト。渡辺は、当時年にはのことを見かけていた。ありがとうございます。